どうもアロハチャンネルです。今回紹介するのはこちら、仮面ライダーエグゼイドからついに来ましたマキシマムゲーマーレベル99ということで、まさかのねゴッドマキシマムが先に登場したんですけれども、今回はねまあ大本命というか僕の中では大本命のマキシマムゲーマーレベル99のエグゼイドが今回やっと到着ということで、早速レビューしていきたいと思います。いつもよりねパッケージも大きいわけなんですが、あー来た来た来たエグゼイド、もうそろそろねこのエグゼイドのこのパッケージも多分見れなくなることが多くなってきますよね。ただあれか、ゲムデウスクロノスも発売がね決定したし、あとは無敵ゲーマー早く本当に来てほしい。来た、来ました。だーかっこいいねこれ、いいね、かっこいいっていうか迫力がすごいんですよね。でパッケージこんな感じ、ていうかもうとりあえず中身を見よう。ゴッドマキシマムでね一回ねこう見てるんで、感動がもしかしたら薄いのかなとか思いながら、いやちょっと違うだろうと僕はすごく期待しているわけなんですけども、中身を見ていきましょう。うーわーすごい、くうわすごい、これ違うわ、これね違う違う、ゴッドマキシマムよりも僕はちょっと感動しています。やばい、なんかやばいよこれ。さあまずは本体取り出して見ていきましょう。やっぱりあのゴッドマキシマムと違ってゴールド塗装感がすごいからかな、結構感動してる、すごいと思う。さあ見ていきましょう。すごいかっこよすぎ、マジで。っていうかね、ゴールドのこの輝き感本当にすごいんですよ。後でゴッドマキシマムと比較したいと思うんですけど、ゴッドマキシマムはね結構黒ベースだったから、なんかね形はすごい、もうほんとすげえなーって感じだったけど、美しいみたいな、こうなんか心にねこうズシンとくるまでのこの美しさはなかったけど、今回ほんとねやばいんですよ。めちゃくちゃ綺麗、僕はほんとにあのレビューの中で綺麗っていう言葉よく使うんですけど、綺麗ってすごい感動するんですよね。その鮮やかさというか繊細さというか、まあアーツ自体はやっぱそういうねディティール、あのディテール、細かいところにすごくこだわってると思うんで、やっぱそういうところの感動は本当に大きいかなと思いますね。もう早速ねアップで見ていきましょう。いつもね下からちょっとねもったいぶって見たりするんですけど、今回はもう顔からどこ見ても素晴らしいんでね、顔からいきたいと思います。で顔に関してはもういつも通りのエグゼイドですよね。近くにエグゼイドのアーツを用意してるんですが、顔に関しては本当同じ感じ、エグゼイドが中に入っちゃった感じで、ここはねさすがにエグゼイドが見えるっていうよりも、もう首が出てる感じですよね。まあ本来ねあの劇中ではここからパカーンって出てきたりもするんですけど、まあこういう感じの中は見た目になってますね。でこのゴールド塗装の素材感が素晴らしいんですよね。すごく綺麗、高級感超やばい。でここら辺はまあなんかちょっとペタッとした感じ、ツヤのある感じのデザインになっていて、このデザイン自体がねすごく可愛らしいんで、可愛らしい素材っていうかそれが際立つ素材になっていて、僕はすごくいいと思います。でここシルバー塗装になっていて、でこれベルトですよね。でマキシマムのガシャットがついています。やば、はい、さすがにねこのガシャットの変形はなさそう。ただこの見てください、塗装とか超絶ハイクオリティでございます。はい、そしてここホルダーだったりとか腕の部分ですよね。もうシルバーとゴールドのねこの素晴らしく美しい中に、エグゼイド独特のねこのカラフルなエメラルドグリーンみたいな色とショッキングピンクって感じ、めちゃくちゃいいですよね。なんかねやっぱだいぶだいぶすごく好き、僕はこういう感じで、後ろ側はこんな感じです。はい、めちゃくちゃいいね本当に、これは買ってよかった。今日はね、今日届いたビルドのね、ジオのビルドアーマーもすごく当たりだったし、めちゃくちゃ個人的には好きですね。で、これが、まあ、エグゼイドのね、この今までの出てきたアーツをちょっとだけ見てみると、これがエグゼイドね、レベル2が出て、レベル5も出たんですよね。5も登場して、もうだいぶね、懐かしい感じがするけど、そこから僕がね、ほんと今までのライダーの中でも、大好きな、俺はお前でのダブルアクションゲーマーですよね。この二人が出ました。これは本当にもう一生一生の宝物っていうか、めちゃくちゃ好き。そして
で、そこからのね、レベル99が登場で、あとは無敵ゲーマー出てって感じですよね。ゴッドマキシマムゲーマーとも比較してみたいと思います。ゴッドマキシマムね、本当に素晴らしいクオリティ。あ、こうやって見ると結構素材感が違ったりする。はい、並べてみるとこんな感じですね。ここの素材感、こっちすごいツヤがあるのに対して、こっちはマットな感じ。やっぱあれなのかな。ちょっとね、悪い感じがあるから、まあ、ポップというよりもこのね、ちょっと抑えた感じ。こういう素材感とかでもこの雰囲気を醸し出してる。分け方をしてるのかもしれないですね。で、ここのね、シルバーの部分もちょっとスペースグレーっぽい感じのね、色になってるし、雰囲気はちょっと違う。造形はね、かなり同じだとは思うんですが、いや、こうやってね、並べてみるとよりゴッドマキシマムの良さが際立つ感じはするかな。最初ゴッドマキシマムだけ見ると、まあ、すごい、確かにすごいけどって思ったけど、まあ、かっこいいなーっていうぐらい。でもこっちは、すげー鮮やか、めちゃ綺麗、最高みたいなね、感じからのこれを見ると、こっちはこっちでなんかダークでいいなみたいな。これ二つ揃って初めて僕はこの良さ、さらに良さにも気づいたし、本当に二つともあってよかったなって感じ。めっちゃいいですね、これ。素晴らしい。かっこよすぎ。それでは、付属パーツを見ていきましょう。はい、とりあえずね、付属パーツもスケールめっちゃでかいんですけど、これが手首パーツですよね、が2つあって、まあ武器を握る用のパーツと手が開いたバージョンですね、差し替え可能です。で、これもね、もう一体いくつあるんだろうっていうぐらいのね、このキースラッシャーね、キースラッシャーがゲットできました。ダブルアクションゲーマーにも入ってたしね、いろいろあるけど、この武器はすごく好きなので嬉しいです。それではポージングしていっちゃいましょう。はい、まずはこんな感じでね、キースラッシャーで攻撃を仕掛けているようなポージングをすることができますね。結構体が、あ、痛かった。結構ね、体がごつくて、と、関節がね、こう、ぐっと上まで上がらなかったりする部分もあるけど、でもこういうポージングが可能なんでね、全く問題ないですよね。それにしても、キースラッシャーがすごくね、小さく見えるけど、すごいクオリティですよね。本当にかっこいい。後ろ姿でこんなにかっこいいっていうぐらいかっこいいよね。やっぱゴールドとかってすげー入るなと思う。なんか、ゴッドマキシマムゲーマーもすごいんですけど、まあこうやってあるのと、この感じとなんか違い分かりますかね。分かる人グッド押してくださいっていうか、コメントもください。なんかね、このちょっと共感してほしいというか、まあ分かる人いるし、分かる人はいると思うし、分からない人はね、まあ、分からないかもしれないけどね。でもこれは本当にすごいなと思う。背面すごいな。背面の良さがすごい。はい、さらにね、こんな感じでゴッドマキシマムを吹き飛ばしているようなね、パンチシーンも再現することができますよね。こんな感じでバホーンみたいな感じのね、こんなシーンも再現することができます。ここにね、こう立てるようなあのポジショニングというかね、台座を置くことで臨場感あるね、この飾り方もできるんじゃないかなと思います。はじめに魂ネーションズでね、この天井を見た時に本当にこれ商品化するのかなってちょっと疑ったくらいですよね。っていうか、並んでることにまずびっくりして、マジかと思って、ゴッドマキシマムって商品化できんのと思って、ゴッドじゃない、これマキシマムマイティ商品化できんのって思って、でもすごいね、このクオリティやばい、これって本当に何万円も数万円するんじゃないっていうのをすごく思って、確かその時動画で言ったかな、かもしれないけど、すげえなーと思ったけど、本当これ確か1万ちょっとだったっけ、なんか本当にね、リーズナブルな価格でこのクオリティの商品ゲットできてるのが本当にすごい幸せ。本当に最高です。これは今年のね、令和のね、上位のランキングに入ってくるかもしれないフィギュアですね。なので僕はもうアーツのフィギュア本当に全部好きですけど、ダブルアクションゲーマーも大好きだしね、あとスナイプのね、レベル50もすごかったし、あとはあれかな、過去の動画見てくれてる方はわかるかもですけど、ブレイブのレベル50とレベル100がちょっと、僕的には微妙だったかな。そこは微妙だったかな。やっぱだから同じアーツのシリーズ、同じ仮面ライダーのシリーズの中でもやっぱりね、人によってこういい悪いがあると思うんですけど、まあ、少しでもね、本当に参考になればと思ってレビューさせていただいてます。本当にね、いい意見も悪い意見も一意見なのでね、ぜひ僕がおすすめするのはやっぱり実際に自分で手で持ってもらって、で感じてもらって、それがね、いいとか悪い、ここがすごい好きとか、まあいい悪い含めてね、僕のね、この動画にコメントしてくれるとね、みんなで楽しめるし、ただ本当にね、その中でなんかこうね、言い合いになるとか、やっぱ好きなだけに、ファンなだけに言い合いになるとかっていうことがあると思うんですけど、そういうのはやっぱりなくしてね、楽しく、コメント欄で盛り上がれたらなと思いますので、あとプレミア公開だいぶ最近ね、初めなんじゃこれってなったけど、だいぶ浸透してきますよね。
ね。でプレミア公開の中でチャットでねこう動画を見ながらみんなでコメントしたりできたり、まあ、僕もねできる限り参加するようにはしてるんで、まあ後でねチェック、みんなのチャットはチェック必ずしてるんですけど、だからそういうところでやっぱり会話とかねいろんな方とコミュニケーション取れていけたらなと思います。ということで最後がねちょっとお話になっちゃったんですけど、もうとにかくねこれお話ししててもいいぐらい、ずっとこれだけ眺めといてもらってもいいぐらいの完璧な完成度、そしておすすめ具合ですので、ぜひ皆さんも手に取ってみてください。ちょっとこれプレ版限定だからね、もしかしたら高値で Amazon とかになっちゃうかもしれないけど、本当に価値があると思います。ということでこの動画が面白かった、参考になったと思う方はぜひともチャンネル登録お願いします。コメントもお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。アロハ。